なんかもうちょい、もうちょっとあれだな、喋りたいな本当はどうしよっかな時間は全然、まあ、9時45、うん、6分ですけどね、うん、まあ、もうちょい喋りますか。喋りますか、うん、で、まあ、まとめに入るのはまだ早いかな、うん、ここからは単純に俺がのりたけさんに、のりたけさんと喋りたい話し、あ、してください、しよう。プレイヤーじゃなくて、うん、好きなミュージシャンをあげるとしたら、うん、まあ昔から好きだ、まあやっぱ X だね。あ、だメタルでしょまあやっぱ YOSHIKI になりたくてドラム始めてるんで僕は。それ何歳ですか。それがね、中3だから14か15くらいの時で、ね、一番、ね、不安定な時期。そうそうそう、ちょうど20周年くらいなんだけど今すごいですね。なんで聞いたんですか X とか。なんで聞いた、なんか全然後発じゃないですか。そう、今日までちょっと考えてたんだけど、なんで X 聞いたんだろうと思って。だって全然後じゃないですか。あのね、ちょうど解散、あー、ラストライブっていうのが、はいはいはい、僕は中2の時とかね、エンドレスレイン、中2の時 で中3になった時に、なんかすごい仲良かった友達に、なんか XJAPAN いいよねみたいな言われて、はいはい、はい、同級生 XJAPAN かと思って。知らないけど、あんま聞いたことない、でも名前知ってるしなみたいなで聞いたら、すごいとハマりして、それでなんかドラム始めたんだよね。よしき。うん。ブルーブラッドね。ドカドカ。そうそうそう。ワールドアンセムからの。じゃあ最初よしきでいい。間違いない。最初よしきでも、てかそれのみだね。その前ってなんか聞いてました音楽。その前はね、ビートルズとか聞いてた。あ、聞いてたんですか。ビーズとか。別に、まあ普通に、まあ親が聞いてたその時の流行り物もあったし、なんか親戚のお姉ちゃんとか聞いてた。え、それまでなんかこういうのとかやってなかったです。楽器、ピアノはやってたね。やってました。小学校3年生くらいからピアノやってて。へえー、まあそれ関係なしでいいですか。でもまあそれがあったからドラムあるんだけどね。そのドラムやりたかった時に先生、ピアノの先生に相談したら、ドラムセット持ってるから貸してあげるよって言われて。あ、まあじゃあ関係あったわ。そう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 。だからもうメタルと、高校の時はメロコアみたいな。あ、まあハイスタとか。タイミング的にはまあ一番っすもんね。そうそうそう、メタルとメロコアの日々。日々そうそうそう、もう4ビートとは出会わないはずの。酒とバラの日々じゃない。酒とバラの日々っていう、メタルとメロコアの日々で、ね、酒とバラの日々が伝わるでいい。すげえ面白いんだけど。そんな3年間だったね。でもそういうバンドもやってたし、20歳くらいになってなんかジャズ聴いて、マックス・ローチとか。え、急っすよね。きっかけあったんすよ。なんかまあフュージョンとかを聞いてて、プログレとか、プログレッシブメタルとか、ドリームシアターとか聞いてたりとかで、デイブ・ウェックルとか、あ、まあ、そのデイブ・ガットとかね、あの上手い人に、そうそうそう、行きますもん。行きますよね、やっぱテクニックで。まあ早い段階でウェックルとかガットとか、うん、まあ割と1年ぐらいで行くじゃないですか、ね、うん、そのフュージョンから、まあ、無理だなってなるんだけど、まあそうなったら絶対その流れでジャズ行って、 その後すっごい深くなるじゃないですか。そのそうそうそう、昔に行くんですもん、ね、チックコリアのアコースティックバンドとかで、まあウェックルと、そうそうそう、デブ・ウェックルとジョン・パティ・タッチで、パティ・タッチの立て口がオールバックでポマーの決め向くと、まだウッドベースが板についてない。そうそうそう。で友達、高校の友達がなんかジャズ研入ってて、大学で、でなんかマイルスの
フォアンドモアとかをくれて、トニーとか聞いて、全然わけわかんないんだけど、わかんないっすよね、全くわかんなくて、だってわかりやすくないですもん、ね、そうそうそう、でもジャズなんだろうみたいなんで、まあ研究、そのわからないものを知りたいっていう思いからですよね、そう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 、絶対、そうそうそう、そうそうそう、知的好奇心から、そうですね、ジャズを聞いて、でマックス・ローチとかクリフォード・ブラントやってるやつとか結構まあ分かりやすくて聞いて、はいはいはい、あ、まあまあ、あーってなって、なんか遡りになるのかな、多分そのフュージョン、うん、まあ、聞き方もやっぱそうなるよね、僕たちの世代的にはやっぱり絶対そうですよね、リアルタイムではありえないからね、絶対そうですもん、うん、だからまあ最初からそのジャズも日本のジャズっていうか、とその昔のアメリカのジャズから入ってるんで、だから結構、うん、あ、でもやめとこう、お湯、お湯ちょっとやめとこう、え、やめときます、え、ちょ、角が立ちそうだからやめときます、じゃあやめますか、あれ、そこ追求しないパーソナリティですか、ちょっと、まあ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 、そうそうそう、そんな感じでまあジャズに入って、あ、それがもう二十歳過ぎてました、20歳、ほんと20歳くらいだね、うん、こう、その音楽学校入った時くらい、前後くらいだから、え、高校卒業した後何してました、一応ね、僕大学進学して、で、はい、え、この間のですか、うん、まあ地元の学校に行って、で、まあ、半期くらいで一応もう違うなと思ったんだけど、まあ、1年、一応1年行って辞めて音楽学校、その次の年からその名古屋でできたから、あ、来いよ、そう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 、そこ行って、うん、何で知りました、何で知ったんだろうね、でもそのやっぱバークリーっていうのがすごいあって、あー、提携姉妹校みたいな、うん、っていうか、なんかその大学の時もバークリーに行きたいっていうのがそうあって、あったんですね、そう、それってジャズですか、やっぱ、いや、当時はでもドリームシアター大好きで、でドリームシアターのメンバーもバークリー行ってたみたいな、あれ、そうなんですか、そう、ポートナイトか、うん、あ、バークリー卒業したかは分かんないけど行ってたってことなんですか、うん、多分中退だけど、バークリー一応行ってたみたいな感じで、じゃあ影響はやっぱ、そうだから、そうそうそう、そこでバークリーっていうキーワードがこう出てきて、じゃあまあそのメタルから始まって、うんうん、行為を経てバークリーは必然的だったんです、割と必然的だった、だったらなんか やばいっすねなんかね、流れができてたんだよね今だって16インチのバスドラムとか踏んでるわけで、あ、まあ、18かもしれない、バレンタインドライバー16だね、うん、まじ、うん、そうそうそう、まあ極端な話、うん、そうそうそう、24だったからね当時は24が2個あったから意味のないデカデカセット、そう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 、多分透明アクリル全部クリアドットヘッド、そうなんです、そうなんですよ、今で考えられないよ、考えられない、ピンストライプはでもチューニング難しいよね、やっぱ、まあ、今のって思うと、そのやっぱロックの音は出すにはいいけど、ジャズの音はちょっと出せないね、ああ、まあまあ自分ので今出したい音はなかなか出せないなと思って、ああそういう意味で、うん、なんかでもすごく理にかなったヘッドですけどね、まあね、当時はやっぱこれが最高だなと思って、ね、いや、まあまあまあ、うん、あのスピードもね、うん、チューニングの、そうだねなんかそんな話もしたい昔から好きでみたいな話、あ、そう、昔から好きなのが X だね、うん、だから、うん、まあメタルの時代を経てってことですよね、アンスラックスとかも好きなんですよアンスラックスとか、アンスラックスはね、あ、これね、ありがとう、1枚目は違うボーカルなんだけど、2枚目からがそのまあそれは後から知るんだけど、そのネイティブアメリカンの人なんで、ボーカルが、はい、それが、まあ今思うとそれが好きなんだけど、すごいいいんだよね、メタルなんだけど、メタルメタルしてないっていうか、なんていうか、はい、うん、
ハンスラックスはすごい好きだな。やっぱメタルって今でも好きですか？たまに聴きたくなるね。でもやっぱスレイヤーとか、はい、メシュガーとか、はい、まあ、違うんですか？ちょっとな、いや、かっこいい、すごい好きだけど、やっぱアンサラックス好きだね。うん、まあ、メタリカも好きなんだけど、メタリカは、メシュガーとハロウィンは、うん、全然違う。まあ違うよね、やっぱりね。まあ音の内容全く違うのかな、うん、なんか俺はあんまりメタルわかんないですけど、いや、なんか音楽的には全然違うよね、まあ、まあ絶対違うっすよね、うん、メタリカはやっぱラーズがそのドラム言うほど上手じゃないっていうか、まあ、僕が言うのはあれだけど、はい、メタル界の中ではうん、まあまあそのテクニックある方じゃ、その割と気持ちでやる系だから、そうですね、それが今聞くとやっぱ熱いなっていうのはあるね。何拍子か分かんないみたいな、分かんないけど気持ちで合わせてるみたいな、頑張る頑張るそれがすごい好きだね。だって曲難しいですからね。結構ね難しいんで、ちゃんと数えると難しい。メタルって結構そうですもんね、うん、メシュガーはもうすごい知的な感じでやってるけど、うん、マスロック的な。メタリカはね難しいことやってるけど意外とこう、うん、エモーショナルで、うん、じゃあ1個目の質問が、まあ そ, のね、それだとしたら